というわけでですね、えー、やっていきたいと思います。初見さん歓迎、質問歓迎、投げンスパチャー大歓迎の、えー、このワークショップ来るものは拒まずでやっていきます。パーカッションの高文です。よろしくお願いします。グリッドってなんやねんと。はい。説明しよう。グリッドとはですね、まず音楽には白がありますね。白。ワ2 3 4スリー、フ <music> れがハクでございます音楽には必ずと言っていいほどある特に、えーまあ、現代の楽曲だったり踊れるダンスミュージックなんかでは必ず存在する「白」があると 1, 2, 3, 4でこの白と白の長さの間が存在しますよねワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリーワンからツーまでの白の長さがあってその間が存在すると で簡単に言うとグリッドっていうのはその間をどういうふうに捉えるかという話でございます。はい、グリッドっていう、まあ、単語の意味自体はこう分割するそのマス目っていうか方眼紙みたいなイメージなんですけれどもグリッドっていうのはね音楽で言う場合はその白から白をこうどういうふうに分割するのか何分割するのかっていう話なんですね。 グリッド例えば2、2分割だったら1 and 2 and 3 and 4 and 1 and, 2 and, 3 and, 4、1. はい、これがグリッド2、2分割です。えー、音楽の教科書的に言うと8分音符1 and 2 and 3 and 4 and チッチッ 1234567812345678の8分音符ですドラムで言うと8ビートはいまあいろんな言い方がありますとじゃあ3分割だったらどうかとグリッド3で3分割だったら 1ER2ER3ER4ER1ER2ER3ER123123123123、e

ダーンーーたみたいなのが、まあ、グリッド3ですと、はい。グリッド4。グリッド4が4分割ですね。1 e a R, 2 e a R, 3 e a R, 4 e a ア。きれいに4分割、4等分ですね。ケーキを4等分にすると。えー、これがグリッド4、えー。音楽の教科書的に言うと16分音符。えー、16ビント。ツクツクタタ シェイカーとかもね16ビット4分割なんでこれグリッド4ですはいここまで大丈夫でしょうかはい2分割だったらグリッド23分割だったらグリッド34分割だったらグリッド4ですはいちなみにこの先もありますグリッド5ありますねまあつまり5連符っていうことなんだけれども タン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 。ここから先はまあいわゆるねちょっと小難しい音楽っていうか現代音楽とかジャズの割と最近のものとかまあちょっとね難易度が高めなあとプログレッシブプログレ音楽なんかありますけれどもそこから先はねあんまり考えなくても大丈夫です。 ちょっとこうマニアックにディープに行きたい人だけ突っ込んでもらって基本的には、ね、この2、3、4この3種類だけ押さえとけば、まあ、ほぼほぼほぼどんな音楽でもどんなリズムでも特にパーカッションであればどんなリズムでもね、えー、演奏することができますと、えー、言っても過言ではありません。